新型コロナウイルスの感染から回復したフリーアナウンサー、住吉美希アナウンサー、47が25日、東京 FM、ブルーオーシャン、月、金前9時に出演し、約1ヶ月ぶりのパーソナリティ復帰を果たした。リモートで自宅から放送に臨み、大変ご心配をおかけしました。ただいまです。帰ってまいりました。と、張りのあるもとぎな声で挨拶した住吉アナ。どんな病気か関心があると思います。少し私の体験についてもお話ししたいとして、コロナウイルスとの戦いを語った。発症してからは39度、40度が出た日もあり、1週間ほど高熱が続きましたと明かし、私は中等症、中くらいのところまで悪化してしまって、なので回復した今、本当にウイルスと戦った。という実感が残っていると症状は重かったという。一回かかると本当に長いのが大変。ちょっと寝てれば治るとか、そういうものではない。親世代には絶対移したくないとその恐ろしさを語った。闘病が数週間に及ぶ中で、気力も奪われていったそうで、入院中、私無理かも、と弱気になったこともあった。でも、医療関係者の皆さんの器とか、優しさがすごい。ヘロヘロになっていた時に、必ず治るから大丈夫、と言ってくれたり、これがめちゃくちゃ心の栄養、力になりましたと感謝。また、ブルーオーシャンの長年のリスナーだという看護師さんが、励ましの内線をくれ、号泣させられたことも明かし、よし、戦おう、社会に戻るんだ、と思えました。ラジオを通じてまたみんなの役に立ちたいとなりましたと、気持ちを奮い立たせたことを振り返っていた。住吉アナは、4月16日に発熱、その後、高熱が続いたため、電話での問診の上、19日早朝、都内医療機関にて受診、CT 検査を行い、肺炎と診断され、緊急入院。その後、新型コロナウイルスに感染していたことが判明した。今月3日には、退院し自宅療養となったことを報告し、21日に、同番組への復帰が発表されていた。